吉村くんはまだこの吉村キングダムと言われる、うん、吉村くんは自分が天下を取るという年表の途中の気持ちなんでしょ、うんうん、俺はそれ迷ってるのよ。え、もう年表の終わりなのか、うん、その途中なのかってこと。いやだからで男性ホルモンとか注射してんじゃん。この間ね、この間飯食った時にその話すごい知ってましたよね、うん、男性ホルモン注射ってさ、若林さんがその話めちゃくちゃ聞いてたもん、ね、うん、なんか2週間にいっぺんな、2週間にいっぺん打ってるよ。すごいですよね、効果。効果すごい、もうギャン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 。この間さ、オールスター感謝祭、感謝祭の後でやってた、高野菜だっけ、うん、でさ、なんかすごい面白かった、わんこそばだっけ。あ、わんこそば、酸っぱいわんこそば、あ、す、大活躍、バーって、そう、ブワーってブワー盛り上がって、そう吐いて、あ、男性ホルモン俺も打とうかな、それ見て打った方がいい。酸っぱいわんこそばやる機会ないんですよ別に。いや、でもそうなのよ、ね、ただそのデメリットとしてね、やっぱ男性ホルモン打ってるから、うん、あの女の子が可愛く見えちゃうのよ、スタッフさんとか。そうなの、あの可愛いなとかなんか思っちゃう、男性になっちゃうのよ。もうゾフィー、ゾフィーじゃないですか。チェだぜチェだぜゾフィー斉藤。そういうのもだから本当若くなっちゃうから、でも俺もその話聞いた後でよ、うん、なんか4万円払ってさ悩みすぎちゃって占い行ったのよ。え、どうしちゃったのよ。すごいことしてるじゃないですか。悩んでんの、やっぱ中年の危機だねこれ。どうしたのよ。赤坂のなんかマンションの一室だよ、有名なとこなんですけど、4万って、うん、占い好きの芸能人に聞いたら、みんな同じ人言うから一回行ってみようと、散々占いしたの、はい、いろんな、はい、1時間ぐらい話聞かされて、はい、最後の最後にで結論で、ね、はい、男性ホルモン打った方がいい、ほら、もう占い師おすすめだよ。嘘。でもさ、占いでも何でもねえよ。何でもないでしょ、クリニックじゃない、日産クリニックじゃねえか、日産クリニック、クリニックの回しもんでしょ。俺だから吉村くんってさ、はい、確かに男性ホルモンの話じゃないけど絡まっちゃってる感じが好きなのよ俺は。あ、楽屋でもさ、はい、若様セックスしてるっつって、はいはいはい、もうとんでもない空気にするような、はい、吉村見てきてるから、はい、舞台出たら大暴れですよ、はい、だんだんね、なんかね2018ぐらいからね、あ、西麻布六本木遊ぶ系、遊んでしくじった系の先生の時、こ、今日は吉村だと思ってね、吉村もさとか六本木がさとか振るとさ、ラウンジがさとか振るとさ、なんか一瞬嫌そうな顔する。あの辺の時代ちょっと元気ないんだ、もうちょっとそこじゃないですか、そうそう、嵐と一緒にやってますかみたいな。そうそうそう、でなんか経済とか政治の勉強始めて、あのタクシーの、あの後部座席で見るのが出始めたの。でなんか知的な方で行きますよみたいな。そうだね。え、いつぐらいですか？2000？ だからコロナ前ぐらいじゃない？17、18とか、それが始まって、俺はねがっかりしてた。これは本当申し訳ない。もうおっしゃる通りで、うん、多少 MC みたいなの増えてきて、コーナー回しみたいなの増えてきてね。うん、はい、ああ、なるほど、今までじゃダメなのかなって。で時代も変わってきたのよ。はい。いろんなものが叩かれ始めて。あんまり遊びすぎるのも。あともう本当露骨に CM が欲しいと思った時期だと思うんだ。うわー。っていうのでちょっとやっぱフォーム崩れたのよ。はあ、でコロナになって分かったの、俺はそっちじゃないんだって。そう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 、そうでしょ、そもそも CM なんか来るわけねえんですから。だって親父は頑張れって言ってるよ俺に。お前身内だけで俺のこと信じてくれ。たかしは、たかし CM 来るぞお前。 CM 出ないんだよお前。あいつ出てたぞお前、澤部とかお前出てるから。高橋いけるだろ。でもギラギラしてる吉村っていう。確かにね。意外と繊細じゃん。はい。繊細なんだよベース。だけどなんかね、ある状況下になるとね、ギュッて視野が狭くなってね。ギラギラ吉村。あれをいつも心待ちにしてるのに、なんかね、ちょっとニュースピックスとやってるみたいな。あれがね、俺はね。お怒りだよ。俺と澤部がもう結婚して、あの子供もいるから。吉村がそこをやってくれる、まだこの年齢で独身で稀有な存在ですよ。そうですね。で東京芸人で、ね、うん、この感じ、あれは貫いてほしい。いや確かに、ごもっともです。自分のスタイル間違ってた、うんうん、でも今はね、うんうん、取り戻してるんですよね、今打ってるから。そうか、いや、値は上がってるわ。だからさ、ゴッドタンでもさ、あのひとりさんがさ、うん、大暴れするじゃない、はいはいはい、やっぱりね、はい、あの感じでいてほしいんだよ。いつまでも若手と張り合って裸になって負けてほしい、はい、ああそうね、吉村さんそれあんま最近やってないか、なんか一発ね、うん、
吉村祭り、吉村祭りとかそうね、なんか比較的そういう信仰とか増えたからやってないかもしれないけど、だからこそやりたいんだ今回、この下の世代がグッと出てきてるじゃん、はい、このままフェードアウトしたくないんだよもう、直接対決したい、やっぱりだからその毎回研究部で、ね、アキラ 100% と絡んでもらうっていうのもあるちょっと待ってくれよもうあれ下の世代どこの世代であれアキラ 100% あれ誰もできないですもん、あれあの時の吉村がやっぱりいいなと思ってるから、出してましたね、アークで、アークで出してたの面白かったな、阿部ちゃんと澤部なんで俺、いやいや俺も頑張ってやってましたね、やってたよ阿部ちゃんと2人ともネタ書かないのにこれまだアクリル入ってる時代なんだね、誰か印象残ってる先生いる、先生、いやだ悪い意味でのもあるよね、森永さんとか森永さん、いや伝説だよね、森永卓郎先生は教科書いらないよと、うん、バカず踏んでんだ公園で、公園でって言ってね、自分でこっちで行きます、こっちで行きますよ本番でっつったら全然盛り上がらない、うん、最悪最悪、そこまでセットでなんか伝説の回だよね、はい、もう後半なんか私も何の授業やってるんだかってこう書いてあるからもう言ってた言ってた自分が言ったんだよ教科書いらねえっていらないって言ってで最後カンペもいらねえっつってたんだから、黒石さんね、黒石さん一回やっぱしくじりスターにしようとしたじゃない、黒石さん今やブレイキングダウンで、うん、ブレイキングダウン出てたりね、面白かったっすよね、面白かった、いい人だよね、いい人だし、授業も面白い、その後ロケも行ったりとかしてたじゃない、武勇伝やってるんですから俺二人でやってたやってた、そうです、めちゃくちゃ練習して、いやでもそっか、あっちゃんもこっから出てきたわけでしょ、あっちゃんの授業ね、すごかったね、あんたが作ったんだよあんな化け物、化け物どうすんだよお前本当に完全に作り上げたんですね、完全に作り上げちゃったんだから、あっちゃんを、でもすごい、あっちゃんってもう一回授業できるよね、そういえばね、そうですね、何回か授業やってくれてるけど、そうね、あの偉人じゃなくて自分でもね、人生でだって500万とかでしょ YouTube 登録者、いや本当だな、いや、いろいろあるな、こうやって見ると人間でしくじっても変わらないなこの動画の続きはアベマで、最新作は無料、さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題、まずはこちらをクリック。